はい、毎度どうも、樋口まねでございます。こんにちは。今回はアース、イモータルパターンを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。真っ赤っかのメタリック調でね、すごいド派手な感じのアースですけども、まあ、見ようによっちゃ豪華な、なんか中華屋さんの丼鉢みたいな感じも見えるな。でもってカスタムはこちら。命中率、機動性を上げて、連射速度、操作性を下げるっていうようなカスタムになっています。まあ、アウトローの部品で全部組んであるのかな。でもね、この銃はね、連射速度が1下がるのがちょっと辛いですね。だから撃つために1回くるっと回って急弾するから、連射速度がねちょっとないと厳しかったような記憶があるんだけども、いやまあイモータルパターンのね、カスタムがこれなんで、このままのねカスタムで楽しんでいきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はヌークタウン、行ってみようぜということでね、今回は階段を登っての登って、ここの2階からエイムしてね撃っていこうかなと。あやんと。いやまあ皆さんご存知の通り、アーガスはねエイムして撃つとね、あの弾がこう一塊になって飛んでいくんで、一発死がこう出やすいと。いう感じなんですけども、ただこれねノーマルだから、まあ、そこまでの射程距離がないんで、上半身にうまく当てないと多分一発死にならないかな。今のもね窓枠の3に当たっちゃってもうダメだな、3に当たっちゃダメだよ。結構倒してくれてるね。前行こうか。よし行こう行こう。でもってリロードして、さあその裏にいるんだけど、この扉は貫通できないと。いや厳しいな、扉貫通できない。あよ、いきなり出てきた人を倒して。スナイパーが出てくるタイミングよくわかんねえ。よし。じゃあこっちから、おお、いた。オッケー、倒して。でもってリロード。もうなんかね、カメラのフィルムみたいな感じの、なんか弾なんだけども。さあ、撃って倒して、スナイパーを倒したんで、前に前進。でもってスライドして倒して、あれ、ヘッドショット？あんなに枠ずれてたのにヘッドショットになる？ここはね、もうゼロ距離射撃で倒していって、でもってプレデター落として倒すと、さあまたアーガスに切り替えて、まずねセントリーをちょっとここに置いておきましょう。でもってくるくる家の中、おお、はい、またゼロ距離射撃。でもって上に上がって、あスライパーいるけども無視。はい、これで降りながら、はい、当てましたね。でもってこっちに回っての大きく回って、おー、いたけど、はい、無視して、で、持って、上に上がって、あ、いたね。お、どっち？あ、そっち。あ、今の一発無理？はい、オッケー、倒した。んで、また2階から、どうしようかな。どうしよう。とりあえずリロードして、こっち行くか。いないんで、階段降りて、ん？いない。あれ、いない。あ、いたね。はい、オッケー、倒して、そんでもって、また2階に登ると。で、犬を呼んで、自分は外に出て、はい、こっから屋根から撃って倒すと。ほんで、いない？あ、今なんか横にいたよね。ああ、倒せた。よかったね。多分弾変えてて移動したんだね。よしよし、オッケーオッケー。でもって、リロードして、こっちも、向こうに今一人行かなかった。おー、ピロが倒してくれてた。オッケー、ナイスピロー。んで、トラックを抜けて、今左にいたよね。あれ？やっつけられた？あ、いないね。あ、ピロが撃ってたのか。オッケー、あ、わ、入り口固まない、入り口固まない、もう。敵でも味方でも入り口に固まられると厳しいよね。あれ結構きつい。はい、ゼロキロ射撃。おお、ちょ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 、もう出てなかったよ、外に。危ね、なんか解放射撃の音すんぞ。危ないな。オッケーオッケー、ちょ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 、走り回れ、走り回れ。とりあえず、このショットガンの機動性を生かしていこう。機動性生かしていこう。はい、来たね、オッケー撃って。あの距離だったらもう絶対ね。ああ、理想的な倒し方。ショットガンの理想的な倒し方。うわ、なんで俺しゃがんだ。ああ、じゃあ、しまったー。燃えちまった。燃えちまって。あ、アトミックボム出てるけど、こんなもん使わないよ。もう、いらない、いらない。はいはい、もうアトミックボムなんていらない、いらない。オッケー、はい、こういう、やられちゃった。いや、慌ててる、慌ててる。もうどうしよう。左の方から行きましょう。ここはどうだよ。ああいう、オッケー、倒した。ああ、向こうの方から撃たれちゃった。なんで、M4 に連射されて倒されたね。こっちから撃てる。あ、ピローやっつけたな。よし、誰だ、どこのやつだ。よし、やっつけるぞ。こっちからも行ってやろうじゃないか。よし、もう一度中に入って。
上に上がると見せかけて、オッケー、追ってきたやつを倒す。なんだ、ヘッドショットで 76? どういう当たり方をしてた。いや、もう完全に円に入ってるのにね。赤円で撃っても一発で知らない。おかしな話だ。よし、倒していって。ほんで持って、おいたね。よし、どうだい、ここでスライド、あ、当たらない。ん、おっと、くるっと回して、終わって勝利。50-41、ジジイ。MVP いただきました。ありがとうございます。おー、いいね、ありがとうございます。いや、ここの入り口でこう詰まるの、ほんと厳しいよね。あれは敵であっても味方であってもきついね。これは弾を変えながら移動してたんだね、きっとね。はい、レートは90、ピロのレートは73でした。どうもありがとうございました。いや、アトミックボム出ちゃったけど、まあこのモードで押す必要性はないよね、正直ね。はい、じゃあいいねをとりあえず入れときまして、の、あ、いいね、ありがとうございます。でもって戦績見ていきましょう。29キル3です、0アシスト。ピロが14キル6です、2アシストでした。あとはもう構成員が頑張ってくれたっていう感じですね。いや、よかった。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。アーガスイモータルパターン、まあどうだろうな、射程距離がちょっとノーマルと一緒だったんでね、エイムして撃った時にもうちょっとダメージ与えれるように射程距離伸ばしてもいいんじゃないかなっていう感じですね。あの、近くで戦うのが得意な人は腰ダメ散布会の、あのレーザーで上がるね、1ミリレーザーとかつけてあげたりとか、あとまあもちろん機動性とかをね上げるのもいいだろうけども、遠くからこう撃つ人だったら、まあ、マズルとか、あとバレルとかを解体してね、うん、遠くからこう撃ってもこう一発できるようにダメージをね持っていけるようなカスタムもいいんじゃないでしょうかね、この銃だったらね。まあ、この銃に関してはね、結構前にね、あのいくつかパターンでね、うん、あのアップしてるんで、それをまた見てもらってね、うん、いろいろ研究して自分でね、うん、改造して使ってみてください。このイモータルパターンについては、これクランのね、このストアのやつなんで、ぜひね皆さんでチーム組んでね、いろいろクランでね戦ってみて、あのストアクレジットを貯めてゲットして使ってみてください。ではまた次回を待て。